お聞きの皆様こんにちは。ちは9月何日木曜日午後1時を回りました。ここからはリラクシンキッチンがここ FM のハース,スタジオから生放送でお届けする音楽番組。そうノーナもリラキチのつばん r リラキチことリラクシンキッチンのボーカル修子です。はい、えー、リラクシンキッチンのギターのターケーセグンドです。<laughs> 今日一言ないじゃん。今日ね。 セグンドのさっきのズバーンレディオーが怖くて一言が頭をよぎらなかった <laughs> もうどっか行っちゃったんですねどっか行った <laughs>、はい、ということでですね本日も聞いてくださってどうも、はい、ありがとうございますとえっ、ー、9月なんですねもうねそうですはい前回1日でしたからね あれ前回8月31日だだったんだよ。8月31日でしたからね。そそそそうううう。9月7日の今日はですね、第28回目の放送になっております。はい、もう秋めいてまいいい。いい。い。てて。ままりしたね。開けたら超暑いね。何なんですかね。これね。ね。の間ね。な暑暑暑暑暑 朝とかは大変だったと思うんですけど雨もざっと降ったりとかしてねちょっと降ってほしいなと思ってたからね少し恵みの雨だなとな思ったりもしたんですけど恵みのの雨、はい、さてそんな本日のテーマは <laughs>、はい、今日のテーマは朝ジョギングしながら聴きたい音楽。お とということで、はい、朝ジョギングしたくないぐらい暑いですけどね <laughs> 朝はあの日が昇る前にジョギングしましょういや4時ごろ相当早いじゃ朝っていうかもう <laughs> 4時半ごろどうなんですかね、まあ、でもこれからあの少しずつねジョギングいい季節になってくるんじゃないですかねどうでしょう、はい、10月過ぎるまでは暑いんじゃないですか <laughs> まあ暑いですけどね、はい、ということで、うん、えとまず1曲かけましょうねはい、えー、こんなやつみたいなのをあこんなやつみたいなお手本にならなきゃいけないの お手本になるといいなお手本にならないと思いますけどはいじゃあえっ、ー、と今日の1曲目はシューコチョイスでブルーノマーズでライイー「ラ、はいまね、ナ,ナウェイベイビー」はいただいまオンエアの方ですねブルーノマーズ「ラナウェイベイビー」かけてますはいはいノリノリ好きだけどね走れるんじゃあいいと思うよ<れ>へい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 これあんま聞こえないなあ 大丈夫かうん、何でもないです。ちょっとマイクチェックしてました。はい。うん。まあ、あの、ジョギングね、しないけどね。しないよ <laughs> あのごめんなさい。えっ、ー、と、こういうジョギングしながら音楽聴いたりする人たくさんいるんだろうなと思って、テーマにはしたんですけど、うんえー、僕はジョギングしません。でも、したいなともちょっと思ったりもしてるんですよ。ということでね。 今日はこのテーマでね行きたいんですけど実際にジョギングしてくれてる人からねメッセージリクエストが来るといいんだけどなと思いつつ <laughs> 思いつつつつですよはい進めていきたいなぁと思うんですけどまあ来なかったら来なかったでねそれはしょうがないから <laughs> 何を独り言みたいなこと言ってるんですか 今ね、ツイキャスとかで聞いてる人がね「あ俺ジョキングしてるからじゃあちょっとコメント入れてあげよう」とかねそういうんかあるといいなと思ってつぶやいて見ているんですけどどうなんでしょうあとで YouTube で見てる人はねこれを聞いてもねもう時すでに遅しなんですけどね。ということで戻っていきたいと思います。 お届けしておりますのはブルーノマーズで Runaway Baby。いいですね。ちょっとテンペースが早くなりそうな、うん、雰囲気ですけど、朝のジョギングにはちょっと。 ぐいぐい来すぎかもしれないですね夜ジョギングしてそのままクラブに行くパターンですか,なんか <laughs> だって <laughs> ラナウェイベイビー,ーでも逃げろって感じなんでしょそう。う。そ逃げたらええやないかはいということでね、はい、まあまあそういうことはともあ去さておきですね、はい、まずはえっ、ー、と改めて番組の紹介していきたいと思いますはい、はい、沖縄で最もお酒が飲みたくなる音楽を奏でる夫婦ユニット私たちリラキチことリラクシンキチの二人がなぜかお昼過ぎの時間帯にお届けする音楽番組毎週テーマに沿ったメッセージリクエストにお答えしながらジャンルにとらわれない 自由なスタイルで楽しく音楽を紹介していく番組です本日のテーマは朝ジョギングしながら聞きたい音楽 番組後半。番組前半はテーマに沿った音楽を聴きながらトークしていきます番組後半はリラキスのターケーセグンドが音楽のうんちこを語るという近頃楽しみになってきた厚苦しいコーナーセグンドチョイス苦しいねやっぱり番組最後一時五十分くらいからいろいろ告知コーナーという流れで午後二時前までお付き合いいただきます、はい、もちろんできる限りたくさんのリクエストにもお答えしていきますので番組の方へどしどしリクエストメッセージを送ってくださいね、はい、リクエストメッセージの方は FMNaha のホームページのリクエ メッセージはこちらからというところ、もしくはですね、生で今ツイキャス等で聞いてくださってる方はね、そちらのコメントの方でも大丈夫ですので。本当に大丈夫なの？拾います。頑張って、頑張って拾うよ。なのでどうぞよろしくお願いします。まだツイキャスコメントないも、んちゃんと今見ました。はい、オッケー、オッケー。頑張って拾いますのでね。はい。それでは今日も元気にいきましょう。リラキチのズバンレラジオ。 ちょっと待ってよさん、<laughs> ュリまで急いでお願いねエース店に遅れそうでう、パンダご乗車ありがとうございますただのパンダではありませんパダオですパンダの運転手さんはあ。ハエバル生まれのパンダ無線はシュリや南部の道に詳しく フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。へえ、パンダなのにえらいのね。ただのパンダではありません。パンダム線のパダオです。タクシーといえばパンダム線。フリーダイヤルレイ一ニレイ八九ニ三九四レイ一ニレイ八九 「888の1919 19」 ジュスバンレディオではここで早速今日のテーマ朝ジョギングしながら聞きたい音楽について話していきたいと思いますがはい、ええええええメッセージいただいております,りますありがとうございますはいイイタワリンヒデキさんあ、いつもありがとうございます <laughs> ありがとうございます本当に えー、お盆のウークイの日タワリンは午後から親戚周りで名古屋へ行ってきました。おー名古屋 途中大雨と雷に見舞われ、ハンドルを握る手にも力が入りました。<laughs> 夕方帰る頃にも急に降り出し、マハイナのライブを思い出しましたが、元は大丈夫でしたか。ちょうどね、あの、はい、僕らがマハイナで。サウンドチェックしてる頃、大雨だったよね。そうですね。サウンドチェックちょうど終わる頃にね、大雨だったんですけど、うん、本番は大丈夫でしたよ。本番はピンク色の夕日が見れましたね。はい、でも、生き返り込んでましたね。はい、本当にね。はい、えー、続けます。はい、話は変わって。 秀では朝ジョグなんてしたことないし最近ウォーキングもやってませんあ僕と一緒ですね <laughs> <laughs> はい。朝でしたらあんまり激しくない控えめな曲がいいですリクエストは、うん、トトの曲でロックメーカーですということでね<あ>トトのロックメーカーリクエストいただいてますけどいいす追伸がありますメッセージにははいどうぞどうぞ追伸 タワリンは先月、自宅のトイレにとうとうのウォッシュレットを設置しました、マジで。それはとうとうの… <laughs> そんなの関係ねえか関係ねえ、まあ、あ、それは何、ロックメーカーと関係ねえかが。<ー>な,かなるほど、韻を踏んでいる陰を踏んでるというか、なんかダジャレっぽくなってるんす,、ね、<笑><笑>すごいですね、<laughs> ありがとうございます今日のメッセージ。うん、以上、長くなりましたが、コロボメッセージでしたということでメッセージいただいておりましたいつもありがとうございます。はい とということでじゃあまず早速ヒデキーさんのリクエスト曲をかけましょうかはい早速いってみましょうはい「トトでロックメーカー」ただいまオンエアの方ではヒデキーさんのリクエストから「トトでロックメーカー」流しておりますいつもありがとうございますいいまたよね、トト とといいですよね爽やかだしいいサウンド的にも爽やかだしほんとねうん、一応イメージしてね、うんあのー、リクエストくれてたんでしょうね,そ,うだねそのなんだっけ朝だったらあんまり激しくない方がいいですっていうようなことを言ってくれてたでしょ。うん、うん まさにそそうなんんでですすよよ僕もれ思ったね最初ねやっぱジョギングだからと思って筋トレの時みたいな感覚でワークアウトっぽいちょっとマッチョな曲とかアップテンポネッつとかの方が結構走れるかなと思って聴いてみたんですよ。で割と攻撃的なビースティーボーイズとかね聴いてみながらこういうのどうだと思ったけど朝こんなので走りたくねえなと思ったんですよ。いいねななのでそれだかからん もう少しねさわ、うん、爽やかというか、うん、ちょっと軽いノリの曲の方がいいのかなって思っておりますので、うん、この曲なんかはとてもいいと思いますねめっちゃいいよねはいこれは気分よく走れる感じ、はい、なんか沖縄の自然を感じながらうんうんうん朝露なんかを舐めながら舐めないな朝露 <laughs> <laughs> じゃあ、えー、ちょっと戻っていきたいと思いますはい。 お届けしておりますのは、チャタンの秀樹さんからのリクエストで、とうとうでロックメーカー。はい、とってもナイスな選曲、ありがとうございます。いつもありがとうございます。秀樹さんの選曲、すごい素敵ですよね。僕も秀樹さんも走らない同士で、なん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 ですけど。朝だったら、激しくない方がいいっていうのは。結構ね、まといってるなと思って。はい。今回、あの、いろいろ、一応ね、走り、走らないながらもね。えっと、イメージして、見て、朝走ってて、どうかなと思ったんですけど。やっぱりね、あんまり、あの、こう、アグレッシブな曲は。 朝から走る時にそんなかけられてもそんな追い立てられてもっていう感じになるんですよなんかいいペースでね気持ちよく走りたいなっていう感じがしたので、うん、えこのトトのねロックメーカーという選曲はね大変。 素晴らしいよね思った、ね、次第なんでございますけどもね。あすがです。いつも本当に。はい、しょうこさんどうですかその辺動について。いや本当おっしゃる通りで、うんうん、その自分も走るんだったらーと思っていろんな曲を聞いてみたんですけど、うんうん、やっぱりさっきもたけもねあのバックヤードで話してたけど、うん、あの筋トレの時とはちょっと違う雰囲気で、うんうん、あの。 心拍数があまり上がらないで、いいペースで走り続けられる曲っていうのを想定して、ちょっと今回は選んでみました。なるほど、なるほど。うんうん、そんな感じで選んだ曲。うん、もう一個行ってみようかな。はい,は,いはい、はい、はい。あ、出庫チョイスいいの。あ、出庫チョイスいいな。出庫チョイス行こうよ。オッケー、オッケー。じゃあ、うん、えっと。え、ドシーラン行ってもらおうかな。あ、この曲ね。うん。うん。よかった。ね、そうだよね、うん。行ってみましょう。はい。では、出庫チョイスで、え、ドシーランでシェイプオービュー。 はいただいまオンエアの方は「エド・シーラン」「シェイプ・オブ・ユー」かけておりまーす。これ意外とこういう感じの曲、うん、いいよね。だってこれもうプロモーションビデオがすでに走ってたっけあのボクシングのエクササイズかなんかで,で出会う2人。あ が一緒にその街中で走ったりとかシャドーボクシングしたりとかっていうシーンがいっぱい盛り込まれてるんですよ。なるほど、うん、だからその体を動かしていくその心拍数のあまり上がらない何なて言うかその戦い方をイメージングしたその何て言うんですかペース配分をきちんとする曲にはいいかなと思った。うううんんっていううんうん、うん いいと思うんですけどこれ聞いて思ったのこの、えー、とループトン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 と、うん、あんまりこの激しくない、えー、とちょっといい感じの落ち着いた感じの、はい、ループが効いてるから、うん、このペース維持がね、うん、しやすい感じでこうジョグしながらな良さそうですよね。そうそうでやっぱりあの 試合運びとかってライブと一緒でペース配分がすごい大切じゃないですかサッカーでもボクシングでもスポーツ的なねスポーツ的なペース配分って何に対してもすごい大事だけど、うんはい、やっぱり筋トレに似合う曲よりこういうジョーギングに似合う曲はペース配分が なるほどでも筋トレはペース配分大事そうだけどねでもこう限界まで絞り出す感じ筋トレはねペース配分っていうよりもその時の瞬発力の方が大事なのであそうなんだそうですそうですうん、うん、その時のその自分の一番のあのパフォーマンスをいい、はい、出せるのがいいのでお届けしておりますのは「シューコチョイスで」でエドシーランで「シェイプオブユー」はい このい、ね、いい感じだと思いますこの単調な、ね、ループが、ねうん、あのペース維持にいいんじゃないかっていうような、ね、ことに今裏で話してたんですけどねちょっとシューコの裏で話してたことをちょっとぶった切るようにして戻ってきちゃったんですけど、うん、えっと何の話をしてたんだっけその、えっと、やっぱりジョギングに はジョギングもそううこのプロモーションビデオの中でボク,サーボクシングジムで出会う2人を描いてるんですけどこの「エド・シーラーのシェイプ・オブ・ビュー」っていうのはボクシングの試合運びにしてもそのスポーツにしてもライブの,あの構成にしてもペース配分ってすごく大事だねっていう話をしてたんですけどうん、うん、そうううそそその時にその心拍数が一定でずっと上がりすぎたり下がりすぎたりしないっていうことが結構あの大事なんじゃないかとうん、うん、今回の,そのジョギングをしながら聴きたい曲っていう 中に含まれる成分としてはその心拍数がそんなに急激に上がったり下がったりしないということが大事なのかなと思ってなんかあの、うん、論理的なね習子さんにしてはね今日はね<あ>とてもそうですか筋トレとはちょっと違うんですかそうですね筋トレはあのその時に一番いい,いいパフォーマンスを発揮できるというか自分の限界も瞬発力的に出していかないとうん、うん、やっぱりその先に行かれないのでそうだよね 力を込め,て込めるというかその力を出せるか発揮できるかパフォーマンスできるかということなのでやっぱり筋トレとジョギングだとかける時間も違いますしねあのスポーツの試合もライブもそうじゃないですか15分のライブもあるけど2時間のライブ3時間のライブもあるわけだしねその中のペース配分ということが大事になってくるのかなと思ってます。 今日のキーワードの一つとしてペース配分という言葉が出てきましたけれどもねそうですね一旦ジングル挟んでみたいと思いますはい 7, 0, FM, リラキチンズバーンレ・リ・ワ・ エフムのハからお届けしておりますリ,リラキチのズバンレディオですけれども、はちょっとちょっと曇ってきたね。あ、本当だ。うん、やっぱりさあ最近すごくあの暑いから、雲もできてきて。 急な片肩声も多いですね昨日もそうですねなんか風も強いね、うん、そうあの風が強いと雨雨雲きますよねそうだね昨日もバスタール外に干してたらザーッと降ってビショビショな私が外で1時間ぐらいかけて干した洗濯物がって1時間もやってないけど, <laughs> いけど汗だくになって干した気,気,分気持ち的にね気持ち的に1時間ぐらいかけて干した洗濯物が濡れて<う>家族に怒ったっていうなんで誰も教えてくれないの ごめんなさい全然気づきませんでしたって <laughs> あの素直に言いましたけど、ね、<laughs> びっくりしたっていうね、はい、あのそんな感じですけど今日のテーマはちょっと思ったら晴れてきた、うんうんま、朝ジョギングしながら聴きたい音楽、はい、そうですね。朝、えー、ジョギングしながら ペース配分とかねあんまり激しすぎない方がいいなとかね、うん、そういう感じでちょっと今ね話をしてたんですけどねそうあのペース配分に一番大事なものってなんだ,なんだと思いますか一曲かけた後にその話をしたいと思います,忘れますえー、忘れないで <laughs> だってあのほ,ほらせっかくセレクトした音楽どんどんかけたいじゃないですかということでねえっ、ー、と一曲、えー、と僕があ走る時こんなのいいかなってパッと思いついた曲をいきたいと思います、はいえー、ケント・ジョーンズ はい、はい、ただいま音アの方はケント・ジョーンズで「ドント・マインド」という曲をねかけておりますはいいろんな国の言葉で「こんにちは」を言ってる曲だよねまあ気にすんなっていう題名だけど、ね、<laughs> そうそうそう <laughs> これはジョギングというよりもスキップじゃね <laughs> テンポ的にテンポ的に <laughs> あでもこうあの無理せずあの、うん、いいペースでちょっと走るのに、うんなんか気分的にもいいかなと思ってスキップだなそこそこビートも効いてるし、うん、スキップが「ユイレール」 に乗る乗ってる感じ。ちょっと跳ねちゃうかな。跳ねちゃうねこれ。ジョギングがちょっと跳ねちゃう？うん。そう。やっぱ黒人系ちょっとうねってるからダメなのかしら。そうなんだよ。今回ね <laughs> 黒人系がね入れられなかったんですよ。多分そのあたりに原因があるんじゃないかと思うんですよ。僕は無理くりあのセレクトしてきてますけどね。可愛 <laughs> い,い T シャツ。なるほどね。可愛い,い T シャツ。<laughs> <laughs> じゃあね、うん、一回やっぱ戻りましょうねっ、はいえー、とさっきの話覚えてる多分じゃあ <何で S 1> それの話をしてくださいさ、はい、はいはいはいお届けしておりますのは「ターケイチョイスで」でケント・ジョーンズ・ドン・マインドまあ気にすんな っていうタイトルの曲ですけどもね、はいはい、中古的にはこの曲はスキップじゃねえかというふうにスキップじゃないスキップしながら聴く音楽なんてねえよねえよってこともないけどえ、脳内 <laughs> 再生されてる曲はあるじゃないですかスキップしてる時って絶対楽しいわけだからう、はい、うんうん、うん。あそうだねそうそうまあちょっとその黒人的なうねりとか、はい、この跳ねてる感じがね、うん がちょっとスキップなのかな。そうですね。ということで黒人音楽がちょっと選びづらいじゃないかというと今週のテーマというようなお話も出てまいりましたけれどもね。はい。はい。先ほどのえっ、ー、と話ぶっかけちゃったやつ。はい。ペース配分に大切なものって何だと思いますか。ペース配分に大切なものはいこれはなんだろう平常心。 そうです、あのメンタリティーですねうん、うん、でそのペース配分って何においても結構かなり重要な位置をポイントを占めてくると思うんですよでこのメンタリティーを鍛えるために筋トレよりもジョギングかなっていうふうに思います、うん、あーなるほどね、うん、うん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 ので、やりすぎてもいい いけないしねやらなすぎてもいけないしねそうなんですよで、己を知らないとやっぱりやりすぎたりやらなすぎたりするわけなんで己を知っていくっていうことがそのメンタリティ強化にすごく強く結びついてると思いますなるほどねそういった意味でペース配分メンタリティそしてジョギングっていうね流れですねメンタリティの話になってきちゃいましたねなってきちゃいますよやっぱりねそこは下げて通れないですよじゃあ続いてのおすめ曲いきましょうはいリクエストないのかなないよ <laughs> 可愛い子にないよって言われちゃったい <laughs> はいじゃあないからないよおすすめ曲お願いしますえっとシウコのおすすめ曲でいいですかもちろんはいそしたらピンクで今度新しく出るアルバムからの先行シングルカットされている曲ですね、はい、ピンクで「What About Us」 はい、ただいまオンエアの方はピンク「わたあばたあす」かけております。はい。この番組もっとリクエスト来たら楽しいのにないや、対応できないじ <laughs> えー、対応できない。<laughs> うん。対応できな頑張って対応する。いや、リクエストが来ないことには、その対応することにも慣れていけないじゃないですか。そう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 。一応、あのね、タワリンさんとかね、英樹さんとかね。 あのリクエストとかメッセージとかいつも本当にありがたいんですけどねこの曲じあの前半こんな感じでスローなんですけど、うん、後半からビート聴いてきてすごいかっこいい曲なんですが、うん、あのピンクがなぜこれを先行シングルでカットしたかっていうのが、うん、やっぱ今でこそっていう感じがするんですよね「うん私たちどうなるの?」っていう題名がついてるんだけど「w a ー e だ w o ね。l d h o u s e だからね。 感じなんでちょっと話しますけど今の政教的にも、はい、やっぱり私たちどうなっていくのってあの約束はどうなったのあの企画はどうなったのってあんな我慢してきたあの私たちはどうなっていくのっていうすごくねあのいい歌詞なんですよこれ深くて。それはやっぱあれですか、ね、<に>トランプさんって、ね、そうですそうですそれに対して。うん でこれ発表された日がねやっぱりそのデモ隊が衝突してけが人が出たっていうね<ー>そういう日だったりとかしてすごくあのいろいろな含みを持った曲なんですけど、うん、あのミュージックビデオもぜひご覧になっていただきたいんですけれども、うん、いろいろな肌の色の人たちがピンクとこう重なり合って踊るシーンとかがあってですねすごく象徴的なんですよ。うん、なるほど、うん お急に終わったね話が <laughs> あいやこれうん、うん、今すごい響く曲だなと思ってそっかうんそろそろ戻っていきましょうかねはいもうちょっとキックうんどっち、まあ、今まあ2分ぐらいはかけてますけど曲いいですよ戻り,戻りましょうはいじゃあ一回えー、上の方に戻っていきたいと思いますはい お届けしておりますのは、シューコチョイスでピンク、ワロバーラスはいあ今、ちょうどビートが入ってきた感じですけど、うん、この曲、どうなんだろう、走るときって感じでもないような気もしたんですけどあのすごくね、自分自身に潜れると思うんですよね、だから先ほどのメンタリティーの話にもつながるんですけどめて うんまあ、歌詞の内容は走ってる時は頭入らないかもしれないんですけどもでもものすごくその内向的な歌詞というか内向的であり世界に対して発信してる歌詞でもあるので、うんあのー、自分がメンタリティにすごく自分自身のメンタリティに深く潜っていった時に世界とつながれるっていう瞬間ってあるんですよ。なるほどその感じじを味わえるんじゃなないいいかかとと思いますうんだからずっと潜っっ潜てて深く深くく先先行していった先に どうしてもその社会とはつながっていかなきゃいけないみたいな気づきとかっていうところに行きつけるんじゃないかというね<ー>あの、ヒール過ぎから真面目な話をしておりましねどちょっと瞑想っぽいジョギング、ング瞑想って迷い走るの方じゃなくてね、<laughs> メディテーションの方ねそうだね。あの迷い走っ,た走ってるジョギングはちょっとダメだめ、ね、<laughs> だよそれ、はい、ちょっとでも、うん、まあ あのー、走りながら、はい、こうね、あのーうん、ちょっとエンドルフィンも出しながら、そうなんです。よ、でも結局自分に深く潜っていくっていうのは、そうそうそういいかもしれない作業的にはね。ペース配分イコールメンタリティですからね。うん、やってみたいですあなたジョギングするんですか？あ、ジョギングは知ってたことあるかな。中学生の頃とかは水泳部だったんで冬場ジョギングが主な。 あの、あれでしたよ。ことは最近は走ってないってことですね。最近は筋トレしかしてないですね。でもライブ中はもう本当に。瞑想しつつ、あ、瞑想迷い走りつつじゃないですか。<laughs> でもメンタル強化して、そのペース配分というのはライブやりながらすごく感じることではあります。なるほど。うんうん。そうだよね。はい。まあ、おっしゃる通りかなとは思うんですけれどもね。はい じゃあね僕のチョイスももう1曲ぐらいかけてみたいと思いますちょっと,、うん、えと曲調とかね雰囲気をガラッと変えて、はい、えー、少し古い曲なんですけどうん、うん、えー、バンモリソンのブラウンアイドガールっていう曲をね意外と走るときいいんじゃないかなとふと思ったので、はい、かけてみたいと思います、はい、えー、バンモリソンブラウンアイドガール はい、ただ今親の方はバンモリソンのブラウンアイドガールブラウンアイドガールね、うん、をかけております意外と意外と俺こういうので走るのいいんじゃないかなと思ったんですけどどうでしょう <laughs> どうでしょうシュコの顔が画面からは見えなくて <laughs> え今どういう状況なのか分かりづらい感じではありますけどえこれで走んの<や>っていう感じんや ありと思いますよ。なんかあんま何も考えてなくて走りそうな感じでいいなと思って。これ <laughs> この曲好きだし。そんなだっていつもいつもマイ。聞いて言いながら。<laughs> 何？いやなんか今 <laughs> その前に何かを言おうと思っててそれをずっと考えてああそうだったの。そう,そうそうそう。いいよ言って言っちゃって。いや忘れちゃったんだね。<laughs> <laughs> 何でもしってたら思い出したりするんですけどまああれ,あれなんでしょう、まあ、人生なんてペース配分みたいなもんだろうみたいなこと,ことを言いたかったのそうだねもう今日は完全にペース配分というね、えーうん、言葉キーワードでねなっておりますけど、ね、だってあれですよジョギングもそのコンディション考えないでいきなり走り出したら。 足もつるし、沖縄だったら熱中症にもなって倒れますからね。うんあ、うん、なのでやっぱりこういろんなことをいろんな状況シチュエーションコンディションを考えて戻る、ね、うんお届けしておりますのは「ターケーチョイスで」でバンモリソンで「ブラウン・アイド・ガール」。 いいのかな。朝ちょっとね軽くこう、うん、頭にこう入れながらというか、うん、声声声こゆくゆくこかけながらね、はい、えっとー体を起こしていくというかねっていう感じでね走っていくのもいいのかなって思ったんですけどね。思い出した。はい。あの先日 Netflix で、うん、フィールリッチっていう映画を見たんですよ。うんうん、でそれがあのヒップホップのアーティストたちが。うん 今まですごくジャンクフードを食べたりとかお酒をいっぱい飲んだりとかして、うん、で夜遅くにあのジャンクな食事をとってっていうことで、うん、その体を大きくしていくことがヒップホップアーティストにとっては一つのステータスであったりした部分がすごく今変わってきていてみんな体を絞って鍛えて、うん、健康こそがあの財産だっていう映画ですごくねいい映画だったんですけど。うんうん その中でもね、うん、あの山道をトレッキングする人たちとかねあのヒップホップのアーティストですよ、うん、とかねあのどんどんみんな体重を絞って健康的になっていって、うん、あの食事なんかもベジタリアンになっていったりとか生のジュースを飲もうとかってジュースショップを始めたアーティストなんかもいたりしてですね、うん、それがすごくね面白かったんですよね。でそその中でその中瞑想を メディテーションね、うん、の勧めみたいなこともすごくやっていて、うん、そ瞑想をすることで学校の授業がすごくはかどるようになって成績も上がってきたとかっていう話があったりしてねうん、うん、で結局メディテーションもジョギングもその体を作るっていうこともそうなんですけどやっぱり自分自身と向き合って自分自身を受け入れていかないと進まないことだったりするじゃないですかうん、うん、だからすごくその今回のテーマ 朝ジョギングしながら聴きたい音楽っていうのにね、なたまたまマッチした映画だったという。なるほどね、じゃあ、このコーナーをうまくまとめて締めていただきたいと思います。ははい、えー、と人生とはペース配分である以上 ということでね、あのジョギングからね、やっぱりペース配分が大事だよということでね、それに付随した音楽を意識してチョイスするといいんじゃないかというようなことに、僕は無理くり結論づけた次第でございますが、よろしかったでしょうか。ということで、今日のテーマ、ねジョギングの時に、朝、朝ね、朝、ジョギングの時に、聞きたい音楽ということでね、お届けいたしました。はい リラクゼーションハンモックマカビ店オープン全身ボディケアもみほぐし60 2980分29円男女お一人様ご家族ご友人同士でも OK 那覇市マカビハンモックですっきり 首里出身の2人のドクター田名武と比嘉明を中心に首里城下町クリニックは地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指していますお体のことお気軽にご相談ください医療法人浅野会首里城下町ククリニック電話番号番号国際通りに雪が降る南の雪氷 牛乳をベースにしたミルク氷とフルーツスイーツ和菓子のハーモニー食べた瞬間シュワッと溶ける新しい氷の魔法を体験してね国際通り沿い那覇市牧市2の4の1 1南の雪氷 ズバンはい、えー、本日のセグンドチョイスなんですけれどもねえー、と以前にね一度特集してるんですけれどもそうですよねえとスティーリー・ダンをね、うん、特集させてくださいはい今ねスティーリー・ダンの、えー、初期のヒット曲 「Do It Again」という曲をねバックにちょっとかけながら、えー、ちょっと話をしていきたいと思います。はいえーっとですねうん 実はですね、うん、1960、えー、年代終わりに大学でドナルド・フェーゲンと出会い、うん、スティーリー・スティリダウンを結成したのがウォルター・ベッカーという人なんですけど、はい、このドナルド・フェーゲンとウォルター・ベッカーの2人がねこのスティーリー・ダウンを作っ,、うん、作ったわけなんですけどね、はい、このウォルター・ベッカーが、えー、とこの間の日曜日9月3日に亡くななったんんですよあそうなんだ、はい、67歳。 67歳。まあ、ということでね、うん、今日は追悼です、ねえー、追悼ということで、はい、できる限りスティリー・ダンの、ねうん、曲をかけたいなと思って、はいえー、おります。で、はい、以前ね「エイジャーというアルバム一番名盤だったとうん、うん、言われているアルバムを特集したので、うん、えーとエイジャーじゃ、えー、より前のアルバムを中心にですね、はいえー スティー・ーダの名曲をできる限りズバ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 ッとかけていきたいと思いますのでどうぞどうぞお付き合いいただければと思います、はい、で今バックでかけているのは、うん、えっとファーストアルバムですね、うんえー、1972年の「キャンドバイアスリューっていうアルバムから「do it again」という曲をねかけてるんですけどこれは結構ヒットした曲で、うんえー、なかなかね、えーまあ、知ってる人もあこれもスティー・ーダだったんだみたいな感じで知ってる人も あ聞いたこと聞き覚えがある人もねいるんじゃないかと思うんですけど、はい、えっとこのキャンとバイアススリルからまず一曲今日はズバズバずばずば音楽かけていきたいと思いますので、まず一曲ね、えー、僕が好きな曲を、ね、かけたいと思います、えー、ステイーリー・ダンのえー、っとキャンとバイアススリル、えー、ファーストアルバムから D.D.、はい、イン D.D. インザイヤーズという曲を聴いてください。はい はい、ただいまオンエアの方は、えー、スティリー・ダウンでリリーズイヤーズかけております。えっ、ー、と、千九百七十二年キャントバイアスリル、えー、ファーストアルバムの中からの一、えー、曲になっております。結構ね、あのこの頃のアルバムはね、えっ、ー、と、なんだろうまだね、あのスティリーー・ダウンのその、うん、後々のね、スティリーー・ダウンのサウンド緻密なサウンド、うんえー、というよりは、もうもう少しそこまで緻密じゃない。 感じではあるんですけど、ず、はいぶんまひねりは効いてるんですけどね。この時点で、うん、はい。でも結構あのボーカルがね。この時はまだドナルドヘーゲンじゃなくてボーカリストがいたんですよ。はいはい、っていうこともあって、うん、なんかスティーリーダンっぽくない感じもするしちゃうんですけどね。今聞くとうん。逆にえー、っと。 そうだな最初にスティーリーダン聞いた時はすごいバックとかねその曲の構成とかすごい狙えてたから、はい、ドナルフェイゲンよりもっと上手い人が歌えばいいのにぐらい思ってたけど <laughs> 今となってはね、うん、ドナルフェイゲンの声じゃないとやっぱりスティーリーダンじゃないなって思ってしまうっていうねい<や> <laughs> 感じではあるんですけどこの曲僕とっても大好きな曲ですこのアルバムもなかなか、えー、いいアルバムなので、うん、今一度チェックしてもらえればと思いますそれでは戻ってきますはい <music> はい、ただいまお届けしておりますのはスティーリ・ダン <music> リーリー・イン・ザ・イヤーズ。 1972年「キャント・バイアス・リール」から一曲をお届けしました、はいえー、さっき裏でも喋ったんですけどねこのアルバムの時はまだ、えー、とボーカルがドナルド・フェーゲンじゃないんですよね、うんえー、ボーカリストがちゃんとメンバーとしていたんですけど、はい、このアルバムの後ね、えー、抜けて、うんえー、しまってボーカリストは最初は多分探したんだと思うんですけど、うん、えと結局ドナルド・フェーゲンが歌うことで定着していくんですけどねどやっぱドナルド・フェーゲンの声だとやっぱ CD なんだなっていう感じに。 なってしまうのがまたねやっぱすごい声の魅力なんだなって改めて思ったりはするんですけれども、うん、えちょっとウォルト・ベッカーの方の話に戻りますね、はいえー、9月3日に亡くなったんですけど現時点で死因は明かされてないんですけど、うんえー、ウォルト・ベッカーの公式サイト、はいえー、ウォルト・ベッカー .com で、えー、彼の子どもの頃の写真と「はい 最近の写,写真と二つ、ね、こう並べて「ウォルター・ベッカー1950年2月20日から2017年9月3日」っていうふうに記してうん、うん、そのウォルター・ベッカーが亡くなったことをね、はいえー、公表したんですね。うん、でベッカーは体調不良のため、はい、ここ最近ね、えー、と7月今年の7月にアメ,アメリカで開かれた二つのフェスティバルに、うんえー、スティーリー・ダンの、えー、としてね、うん、えと出演予定だったんですけど。うんうん まあ、スティーダウンは出演したんですけど、はいえー、パフォーマンスにベッカーは体調不良ということでね、えー、と参加していなかったんですよ。はい、でドナルド・フェーゲンは、えー、と先月の初めにはねビルボード氏のインタビューで、はいえー、病名などには触れなかったけれども、はいえー、ウォルターは回復しつつありすぐに元気になることを願っているっていうふうに話していたのでそこまで深刻じゃないのかななんていうふうに思ってたんですが、えー、その願いは届かず長年の友人相棒を失ったフェーゲンは ウォルターとの思い出を振り返り僕らは永遠に彼を恋しく思うという追悼、えー、文をね、うん、フェイスブックの方で寄せたということでございます、うんうん、ではね、えーはい、続いて、えー、ともう一曲いきたいと思います、えーはい、今度は2枚目のアルバム「Countdown to e s t a、はい、s y からね1曲目に入ってる「ボディサッタパ」ボディサッタパ<ん>ボディサッタパ、はい、あの ブッダのことですねあ, <laughs> あのボディサトバを、えー、かけたいと思います聞、うん、い,いてくださいスティーダンボディサトバ <laughs> この曲かっこいいんだよ <laughs> 難しいよスペルがブッダ <laughs> ブッダですボディサです はい、えー、ただめオンエアの方はねスティー・リーダンの、えー、2枚目のアルバム「カウントダウントゥエクスタシーから、えー、1曲目に収録されているボディーソタバーをかけております。はい、これはい、はい、結構ライブでもねやるんだけど、うん、スティー・リーダンのね、うん、ライブではちょっとテンポもアップテンポでさらにね、うん、あの結構あのロックテイストでかっこいいんですよ。そうなんですね、うん、かっこいい了解 ね、全然関係ないこと言っていいはいどうぞこないださ私コーネル・デュプリーって言ったけどさ、うん、ジャーメン・デュプリーだったベジタリアンなのは <laughs> そうなんですね <laughs> それあのさっきの映画の絡み,絡みでねそうそうコーネル・デュプリーもベジタリアンなんだってってそういえば言ってたねそ<う><に>コーネル・デュプリじゃないーっ,ってーそんなにイメージないなと思ってたけど、うん、コーネル・デュプリーは2011年に亡くなってたから映画に出れないあそっか。 じゃあ戻りますかっこいいね、うんはいねはただいま、えー、かけておりますのはねスティーダウンの「ボディサット」っていう曲でございます、えー、えそれ最後は普通に消えていく、はい、ボディサットボディサットって言ってるじゃんあの <laughs> <laughs> 歌でも結構ねんだろうスティーダウン風ロックンロールとでも言うのかななんかかっこいいんですよね、うん、はい この曲おすすめでございまえー、っとじゃあ <laughs> どうしようかなバンバンかけたいから、うん、バンバンかけよう,そう,しよう3枚目のアルバム、えー 2> はい、今2枚目のアルバムまで来たので3枚目のアルバム「<ー>プレッツェルロジック」っていうラブバムが3枚目のスタジオアルバムなんですけど、はい、この辺りからねスティリー・ダンダな,なっていう感じのちょっと緻密な、えー、アンサンブルがね どんどん出てくるので続いてねえっ、ー、と聞きたいと思いますけど、うん、えっと三番目のプレステロ,ロジックのえっ、ー、と、うん、まあシングルカット曲というかヒット曲で力、うん、キドントル,、はい、ルーズザットナンバー力の電話番号っていうね曲があるのでかけたいんですけど最初がちょっと長いので最初ちょっとカットしたいと思いますんでちょっと待ってくださいねあそうなの、うん、喋ってたらいいのいいよ喋っててマジックナンバーを思い出してた <laughs> では、えー、聞いいてください、えー、スティーリダン「リキドンとルーズザットナンバー」いやーでもねー去年ほどじゃないけどやっぱ今年も結構ねいろんな人が亡くなるねいやほんとだね、うん、去年はもう去年はもうデビットボーイに始まりみたいなでもプリンスでもうああみたいな感じでもうその後もどん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 って感じだったからそうだね昨日見てた、うん 海外ドラマでもデビットボーイ流れててあ<ー>フェイムゲームフェイムフェイムね、うん、宮沢麗がゲームで歌ってたのねあ<ー> <laughs> カバーしてねそう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 はいはいはい、はい、たりしてなんかねやっぱりこう忍びますよねそういうのは、うん、なるほどねそうか今年もね結構 なんやかんやなくなってるんですけどねああちょっとウォルターベッカーはあれっていう感じではあったんですよねそうなんですね、うん、なのでねまあでもやっぱり このねラジオ、ね、音楽番組せっかくやらせてもらってるので、ねうん、なるべくこういう形でねその追悼とかねしていきたいなと思いますけどね,ねチャック・ベリーの追悼なんかもね最初の頃やりましたけどその辺は結構衝撃的だったんですけど私たち追悼ユニットみたいになってますよねでもそんなことないですよ <laughs> でもプリンスも追悼ライブやったし <laughs> スティーリ・ダンちょっと追悼ライブできないでしょ何かこれはななあの上手、えー、い人たちに任せたいと思いますでは戻ります、はい はいえー、お届けしておりますのはスティーリーダウンリキドントゥーズザットナンバーリキの電話番号1974年プレッツェルロジックというラブルームからの、えー、セレクトでお届けしております、はい、また放題がわけわかんない感じですね結構ね、うん、よくわかんないんだよね,ねあのこの頃のスティー,ティーリーダンの放題確かに確かに、ね はい、えー、とちょっとね、あのーえー、とウォルター・ベッカー関連のことね、もう少しちょっと,、えー、とまああの報道的なものの引用なんです、引用というか、えーうん、そのままなんですけど、ちょっと読ませてもらいたいと思います。はい、えと先ほどね、うん、あのー、たまたまリクエストあって書きましたけど、とと。 はい、トトのギタリストスティーブ・ルカサーは「はいえー、ウォルター・ベッカーが亡くなったと知り本当に悲しい」「スティー・リー・ダンの音楽は僕の心に深く響いた無人島へ持っていく一枚だ」うん「R.I.P. ウォルタードナルドへお悔やみを」と、えー、いうふうにね、えー、表明しております、うん、また、えー「キングス・オブ・レオン」のネイサン・フォロウィルっていう、ね、ドラマーなんですけどな。 あなたに敬意を表しスティリーティリーダウンを一日中聞いているというふうにう、えー、言っておりますまたねマークロンソンねあの、はいはい、えっと さっきも書けたけどブルーノマズと一緒にやってたりしたねマクロスねさんねウォルター・ベッカー安らかに僕がピアノの前に座るといつも目指すチームの一人昼るいなき音楽をありがとうというふうにねツイートしましたということでねスティーダウンねここのとこずっと聴いてますなんていうねあの人もね多分ねいるんじゃないかと思うんですけれどもねえっと次のアルバムにいきましょうじゃあ今3枚目までで次4枚目ケイティ・ライド うん、嘘つきケイティっていうねアルバム、1975年のアルバムから、うんえー、僕の好きな曲でチョイスしちゃいました、これは。うんえー、バットスニーカーズという曲をかけたいと思います。ス、えー、スティーリーダウンバッドスニーカーズ はい、えー、ただいま、えー、オンエアのいうねスティリー,ダーンバッリ・ダンのねかたわれウォルター・ベッカーが亡くなったということでね追悼ということでスティリーリ・ダンーの曲をなるべくたくさんかけようということでね、うん、かけております、えー、1977年の「エ A ジャというアルバムはね、えー、と以前特集をさせていただいたのではい 何回目かちょっと今思い出せないんですけど、えーまあ、その辺のアーカイブも残ってるのでねまたそれはそれでそれを聞いて,チェックししてねいってもいいのかなと思,い思ってですね、はい、それまでですね197273747576とね 毎年1枚ずつ出してるんですよアルバムで77年の「エイジャ」までは毎年毎年アルバム出してこの「エイジャ」が最高傑作みたいな形でその後まあ一応80年に「ガウチョ」っていうアルバム出るんですけどこれはその時にレコーディングしたものじゃないので、はい、ちゃんとしたスタジオレコーディングのアルバムはその次2000年ぐらいまでね間が空いちゃうんでねっていうような歴史があるんですけどもねはいは<ー>、はい、では戻ります。はい はい、ただいまお届けしておりますのはシティーリー弾ーで「バットスニーカーズ」1975年の「ケイティ・ライド」というアルバムに入っている曲をお届けしております。うん 先ほどいろんな人がね追悼を出してますよっていうことを言ったんですけど先ほど言った以外にもねスラッガンザ・ンド・ローゼスのスラッシュとかねねナイル・ロジャースシックのナイル・ロジャースとかねジュリアン・レノンとかリッキー・リー・ジョーンズとかラリー・カールトンとかマーク・デュプラス監督とか。ね たくさんのね著名人、えー、まあほ,ほぼ音楽業界の人が多いんですけどねやっぱり、はいえー、ツイートの言葉が寄せられておりますそういう感じでね、うん、本当にねたくさんの人に影響を与えたんだなっていうふうに思うんですけどね。 スリーダのオルター・ベッカーが亡くなっていということでね、うんえー、できるだけたくさんの曲ということで特集させていただきました、はいはい、で最後に1曲だけ、えーはい、もう1曲だけかけたいと思いますエイと「ャーの前に出たアルバム、うんえー、1976年の「ロイヤル・スキャム」の曲をまだかけてないので、うんえー、その中で、えー、先ほどねツイート部も上げてましたよって言いましたけど ラリー・カルトンのギターソロがもうスーパー最高な一曲キッド・シャルメーンという曲を最後にかけてお別れしたいと思います聞、えー、いてくださいスティーリーダ・ダンキッド・シャルメーンはいただいまオンエアの方は スティーダンキッド・シャルメンを最後の1曲、「戦軍のチョイス」コーナー最後の1曲としてかけさせていただいております。1976年、「ロイヤル・スキャム」「幻想の摩天楼というね、放題がついている、えー、アルバムからの1曲ですね。これ、1曲目に入ってるんですけどね。ここ本当にね、このギターソロ、すごい最高。本当に最高です、えーと。ギターが好きな人、ギタリストに限らずね、ギターが好きな人、ぜひ聴いてください。ラリー・カールトンのベストプレイだとも言われてます。 はい、という人もいるっていう意味ねほんそれはね人それぞれだと思うのでねなんですけど、えーっとね、本当に偉大なミュージシャンがねどん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 なくなっていってしまうのでねもう自分たちもね兜との尾を締めるじゃないけどあ死なないように頑張ってね死なないようにというか死ぬ前にちゃんともう少し残せるようにということも含めて。でもこの間誰かが 全ての芸術はあ小室哲哉がやっぱりそのあアーティスティックなものっていうのはなくなった後に価値が上がる、うん、商業的なものはそうではないっていう形で対比して語ってた。うん、なるほどねね、うんうん、そうだよ、ねしんどく でも作品残してないと評価もないからね評価してもらえないからね早く次のアルバムをちゃんと残していかないとアルバムということであこれもうちょっと時間的に無理だなラリー・カルトンのギターソロまでいってないんですけどえっと一回このコーナー締めたいと思いますえ本当？えそうなのいいのそううんレディーローンいく大丈夫じゃないダメかダメだなダメだ この後始まるよ。あもう聞こう <laughs>、えー。ちょうどここからです。この入り方よ、最高よ。ということで、今、キッド・シャルメンのラリー・カルトのギターソロを聴き入っております。ごめん、今、ソロ聞聴いてるから。うん。聴き入っておりますよ。 はい、ーコお前は家で聴けって話だけど <laughs> えなんでいや何でもないですはいそれではちょっと名残惜しいですけど締めていきたいと思いますはいただいまかけておりますのはスティーリーダンのキッド・シャルメンラリー・カールトンの、ね、ギターソロちょっと最後まで聴け かかけられなかったんですがこのあとね、はい、さらにアウトロでもあのギターソロあるんですけどそれもまた最高なんだよね。いいねはいということで、うんえー、スティーリー・ダンの、ね、ウォルター・ベッカー残念ながら亡くなってしまったんですけどもね、はいえー、このセグンド・チョイスのコーナーを借りてできる限り追悼という意味で、うんえー、たくさんの曲かけさせていただきました。はい、R.I.P. ウォルターベッカー You are listening to 78.0 8.0 FM Naha. Stay tuned. Relaxing Kitchens, Japan Radio. Information Corner 9月21日木曜日の「リラキチナイト」ボリューム17だけインフォメーションさせてください、はい、毎月第3木曜日の8敷目のトップノートで行われるリラキチのワンマンライブですリラキチの基本形、うん、アコースティックスタイルでたっぷりとじっくりとお届けいたしますだんだんと慣れてきたオリジナル新曲もうこちらもね皆さんに早めく聞いていただきたいなと思っております今回9月21日もまたやらせていただきますのでぜひトップノートの方に皆さんご来場くださいそうですね東京から帰ってきてね 1>,、はい、あの1回目の、ね、ライブにもなるのでね あ、そうですね。うん、はい、えー、9月21日木曜日、オープン19時スタート20時半、チャージ1500円とベットオーダーをお願いしております。トップノートは那覇市久米2 8 10ファーム久米ビル B1 階近い1階です。予約問い合わせはリラキチホームページのコンタクトからどうぞ。ということでリラキチのライブの詳しい情報はリラキチホームページライブイベントページにてご確認ください。お。 はい、ということでね、えっと、もう一曲ね、えっと、スティーリーダンのね、さっきのロイヤルスキャムに入ってるザフェズという曲をね。バックにかけながら、えっと、もうあと一分ほどしかないのでね、お別れしていきたいと思うんですけれどもね。はい、えっと、今日はね、テーマは、えっと、朝ジョギングしながら聞きたい音楽ということだったんですけどね。前の曲も、ちょっと朝のジョギングしながら聞くのに、結構いいと思う。ととと通じるよね。そう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 。スティーブルカサラなんかをね、すごくね、えっと。ああ、そっか。あの。 影響を受けてるし、あの後期のスティーリーダンだとね、あの。スティーブルーカーさも入ってたかな。なんかまあ、この辺のミュージシャンいっぱい入ってるんで。はい。タワリンのお家もとうとうのウォシュレットがついたからね。そうだね。遊び。行かないいね。ウォシュレットいいですよ。はい。はい。ということで、えっと、お別れしていきたいと思うんですけど、来週の、えっと、テーマお願いします。来週のテーマは、彼氏彼女が聞いていたら、好感度アップな音楽。そう、なんか。で。 自分が好きなっていうのにプラスしてあるじゃないですか。うんうん、なんか人が聞いてたらうわあすげーみたいな曲が、それを特集したいと思いますので、あテーマにしたいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい。はい。ではえっと来週もまた聞いてください。えっ、ー、ともありがとうございました。来週もまた聞いてください。いいさいねこの後も良い一日を。リラクシのズバンレディオ,オでした。また来週。